じ。あの威圧感、あの目、あの鼻、古見さんのお母さんに間違いない。いやだ、翔子の友達、何もう初めてじゃん。え、古見さんのお母さん、他人。どうも、はじめまして、翔子の母の古見修子です。永遠の17歳です。あなた、翔介、翔子がお友達連れてきた。また帰ってないんだと。はい、お茶とお茶菓子よ。救いの神。新しい写真立て。翔子が物をねだるなんて珍しいわね。